ジェームス・ナスミスの肖像ジェームス・ナスミスは、イギリスの技術者、発明家、蒸気ハンマーの発明で知られる。日本語表記はジェームス・ネースミスとも、スコットランドのエディンバラで生まれた。父親は画家として著名だったアレクサンダー・ナスミスで、家は裕福だった。兄も画家だった。エディンバラの高校に入学し、ついでエディンバラの美術学校、さらには大学にも進んだ。 ナスミスは機械技術に興味があり、15歳の時には蒸気機関を自作していた。休日には自宅で物を作ったり、部品屋に出入りしたりしていた。1827年地元で蒸気バスを公共交通機関として導入する計画が持ち上がった際には、当時19歳だったにもかかわらず、8人乗りの蒸気バスを製作した。 ジェームス・ナスミスの発明した蒸気ハンマーの特許図面。真剣に技術者の道に進むことを決めたナスミスは、技術者として巧妙だったヘンリー・モーズリーに弟子入りを志願し、ロンドンのモーズリーの工房へ自作の蒸気機関を持ち込んだ。モーズリーはすでに弟子を取るのを止めていたが、ナスミスの蒸気機関の出来栄えを見て、素質を見抜き、助手としてナスミスを採用することにした。 モーズリーの下で3年ほど修行した後、1836年、独立してマンチェスターに近いパトリック・ロフトに自分の工場を建設し、機械技術関係の仕事を始めた。詳細は、ナスミス・ウィルソンを参照ナスミスは旋盤などいくつかの工作機械の改良を行った。最大の発明は1839年単造化工用蒸気ハンマーの発明であった。 その宅井抱水圧パンチ、鹿小ドリル用をフレキシブルシャフトなどがある。発明で裕福になって48歳で事業から引退し、ケント州ペンシャーストに落ち着いて天体観測に専念した。望遠鏡は材料だけ買って、注意と知識と忍耐で自作するのが主義であった。モーズリーとは天文ファン仲間でもあり、モーズリーのために8インとも10インとも言われる。 金属鏡を鋳造して研磨している。モーズリーはさらに24人の望遠鏡を計画したが1831年に死去した。それまで自作していたのはニュートン式望遠鏡であったが、20イン望遠鏡を設計する際に、接眼鏡を覗くときにはしごに登らねばならない不便と危険を避けるためにナスミス式望遠鏡を発明した。詳細はナスミス式望遠鏡を参照 AB。 専門アマチュアのための望遠鏡工学、反射編 TP80 から90、鏡材、ありがとうございます。